その立場は僕一人で。かしこまりました。それでは伝説解説3人大母の支給1人の変則マッチで発祥ですが3本ですね。ではビートを聞いていきましょう。 DJ チャカお願いします。ナイス DJ。 ではこれを踏まえて先攻後攻のじゃんけんお願いします。先攻。では先攻伝説建設、後攻母の支給で発祥説3本参りたいと思います。準備はよろしいでしょうか。では参ります。先攻伝説建設、後攻母の支給、レディーファイ。多分やけど今のバトル見てお前のガキも悲しむだろうな。ペラペラな愛を歌ってんじゃねえ。愛が真ん中にあるヒップホップだぜ。 HIP HOP 勝つためのライブはいられんだよ。じゃあウソペラの喫煙所の話、それじゃ喫煙所だぜ。って言っても俺の MC の間にも愛があるからマイクを握ってますけど、なんか文句ありますかねえ。こっから勝ったら伝説になりませんかね僕たち。なあ、オシロザウルスがノットレジェンドって歌ってんのにお前らが伝説、あ、おこがましくないんですか。本当のレジェンドに謝る。お前はマジで毎日が幸せそう、子供もいて家庭も安定、俺らはこうなのかと曲がった瞬間罠あるようなネガティブな状況からプラスに変えに来てる。ヒップホップはそういうもんです。よ、哲学を理解していく、音の中で自分と向き合うんだよ。うるせえ、おめえらどうせ小中高ってイケイケだったからふざけんじゃねえぞマジで。青春時代20歳までの間にイケてなかったやつが一番辛いんだよ。お前らがイケてるマジふざけんなよ。シャバチビ、シャバメガネ、シャバタオル、早く出てこいよ。燃えるゴミ、本名は AKA カオル。じゃあお前は失敗せんのか。俺は失敗から学ぶのさ。マイナスからプラスに変わるためにマイクを持つ。俺はただの活性ロケでなしであれだけど、マイクを持てば優等生のお前よりこっちなの。頭を振らせ、そして心を揺らせ。揺らすとか言うてるけど、こいつのやってることは全部同じ使い回しだぜ。わかったろ、まだまだ。ね、似てないものまねされると一番腹立つでしょ。こういうことをやって激励に触れる、そしてお前はおっぱいに触れない。終了。それでは判定の方いかせていただきます。お前どちらかに見るところお願いします。お前もうやらなきゃいいよ、お前そんな考えやったら。一旦判定の方させてください。すいません、一旦判定させてください。じゃあいきます。ではいかせていただきます。どちらかに出るところお願いします。ではいきます。先攻伝説建設、後攻母の支給、勝者母の支給。これにてマザーテラスとその他伝説建設、最後のラウンド5まで来ました。これはもう昇進 1on1 ですので、両チームバッチリこの試合決めてくれる1名を選出してください。お前またお前面白くねえけよ。カリスマ、カリスマやってみるよ。カリスマ俺行く、カリスマ行け。カリスマ俺行きますか。いい試合でございます。サイレントキラージョイント VS アマテラスでよろしいでしょうか。あ、一旦ビート聞きます。小説のビートと小説の選択権あるので、では行きます。パナソニックビート聞かせてください。Hey! Hey! Yo! バスボリーやれないやつらは手叩け。クラッカクラッカクラッカ、このクソビッチどもに手叩け。クラッカクラッカクラッカ、Hey! Yo! 俺らソルシャーガッツリ盛り上がれ。はい、それでは続いて DJ チャカビート聞かせてください。ナイス DJ。 じゃんけんの結果までは決まってますか。高校ででは、先攻のアマテラスにビートと小説の選択権がございます。あ、じゃあ
最初の方で。では DJ はパナソニック8416にどちらに。かしこまりました、パナソニックさん、もう一回ビートを聞かせてもらってもいいですか。ではこれで参ります。ナイス DJ。 ハーショは4本です。これで勝ったチームが勝ち上がりとなります。ではいきます。先行アマテラス、後攻サイレントキラージョイント、レディーファイト。